ガオちゃんの西成チャンネル。ガオちゃんです。ギャオということで、こちらね、大阪メトロ花園駅すぐそこなんですけども、昼前ということで小腹が空いたということで、なんかしようかなと思ったんですけど、ちょっと喫茶店のね、気になるとこありまして、こうカフェラッキーさん、カフェラッキーさんっていうとこがあってね、まあカレーやら、まあモーニングもあるんで、昼やからモーニング終わっていろいろね軽食がありまして、こちらねちょっと雰囲気ええので、ちょっと行ってみたいなと思っております。カフェラッキーさんでございます。ちょっとね、行ってみます。西成チャンネル。カレーを頼みました。アイスコーヒーもください。ブラックで、こう喫茶店のカレーやっぱうまいですね。僕はこうやって混ぜるタイプです。カレー福神漬けがね入ってて、うまい、非常にうまいです。落ち着きますね。いい辛さ、いい辛さ、これ癖がある。喫茶店のカレーやっぱ食べたらね、牛肉も柔らかくて、なんか野菜とかがいっぱい溶け込んでる感じです。なんか深みあります。サラサラサラ、結構サラサラで深みあります。うわ、うまい。ペロリでございます。ごちそうさまです。ペロリでございます。いいですね、これやっぱね、喫茶店のカレーめっちゃ美味しいです。また食べます。また食べに行きたいです。西成チャンネル。西成チャンネル。すみません、美味しかったです。
すっきりしてて、すっきりしてます。美味しい、飲みやすい。花園町からすぐ近くのラッキー、ね、カフェラッキーという非常に元気、もう見るからに、ね、思ってからいい感じの喫茶店でございます。喫茶店好きなんで嬉しいです。喫茶店もちろんコーヒーも美味しいんですけどカレーも美味しかった。なんかオムライスもおすすめになってたんでまた食べたいですね。オムライスも美味しい。でグラスもこれおしゃれです。こう飲んでもいいぐらいですね。こう飲んでもバチ当たらへん。ちょっとね外暑かったんで中も涼しいしちょっとすっきりしていいですね。で朝はモーニングでなんかサンドイッチとかホットドッグとかあるみたいなのでモーニングも来たいですね。やっぱ喫茶店いいですね。朝の顔と昼の顔と朝も食べるし昼のランチもできるし。ごちそうさまです。行きたいと思います。石成チャンネル。ごちそうさまでした。美味しかったです。はこうやってねオムライスとかも入ってて、花園町すぐ花園町でございます。駅もからすぐでございます。パフェとかもねあるんでなかなか、とこでございます。あっち行ったらもう花園町でございますね。店主の方も、YouTuber やったらね、登録者数ね、また増えていかなあかんな、みたいな感じで、エールも送っていただきまして。ということで、ちょっとね、曇ってますけども、はい。僕の心は晴れまして、帰って、なんやかんやして、あれしたいと思います。またね、なんか涼しなったね、さっきまで暑かったのに。雨降ってきそうです。まあまあ、ほんまにカフェラッキーさんということで、気持ち的にはラッキーっていうね、気持ちになっております。よかったら、はい、こっちもね、ラッキーさんって書いてるんで。石成ちゃんちょっと雨降って、ちょっとだけ雨降ってきましたけども。これアンラッキーと捉えるか、ラッキーと捉えるかは、人それぞれやけど、僕はラッキーと捉えたいと思います。もっと降ってもいいですからね。もっと降っていいとここんぐらいで済んでるってことで、ラッキーと捉えます。アンラッキーと捉える人がおっても僕はそれを否定しませんけど。でもまあまあ、素晴らしいカフェでございました。喫茶店。また行きたいと思います。カフェ、ラッキーさんでございました。あれ出した。ギャオ。まあまあね、これをラッキーと取るかね、アンラッキー。このポツリポツリ雨をね、アンラッキーと取るか、ラッキーと取るかはね、人それぞれぐらいです。帰りたいと思います。あ、降ってきたよ。降ってきてるよ、また。降ってきてるけども、これは、ラッキーと取るか、アンラッキーと取るかは、まあ、人それぞれございますね。ほんま降ってきたよね。降ってきたね。ちょうど降るとは聞いてたんですけど、降ってきた。マジで。石成チャンネル。やばい、ほんまに降ってきた。普通に降ってきたよ。やばい、普通に降ってきました。これはどっちアンラッキーかラッキーか、これ。めっちゃ降ってきたけども。どっちなの？雨降ってるよ。聞いてないよ。ちょっとびちゃびちゃなるて、白いって言っちゃってきたのに。うわぁ、これどっちこんなんなってるよ。これアンラッキー、さすがに。ここまでは聞いてないよ。これアンラッキーの領域入ってくる可能性あるよ。いや、これアンラッキーかもね。いやでもこれ涼しいという意味ではラッキーかもしれんよ。わからん。一概には言われへんけど。でもしっかり雨降ってる。とりあえず家帰る。まあいいお昼はできたんで、決してね、アンラッキーにはないです。これはラッキーです。ラッキーと捉えながら帰りたいと思います。はい、もうすぐね、花園町ですけども。はい、まあね、花園町まで帰ってるということで。うわ、雨やね。雨ですけども、まあ。トータル、ラッキーかアンラッキーか決めるとしたら、ラッキーです。美味しいカレー食べれたんで。あのカレーね、やっぱり喫茶店でね、美味しいです。喫茶店のなんかね、いい辛さ、絶妙な辛さでね、サラサラしてて、なんか、癖になる。どんどん、尻上がりうまなってくる。あれで、コーヒーもうまかって。これはラッキーでございます。雨こそアンラッキーですけども、それをかき消すかのような、ラッキー具合でございます。ではでは、帰りたいと思います。濡れましたけども、はい。
それでも、ラッキー、今日のラッキーさは揺るぎませんということで、あれでした。ちょっと帰ってあれしたいと思います。最高の喫茶店でございました。西成、西成、西成チャンネル。